皆さんこんにちは。株式会社高潮の社長をしております高子でございます。日頃は大変お世話になりましてありがとうございます。さて、2024年1月期第2四半期の決算説明をさせていただきたいと思います。まず業績の状況でございます。売上高は106億8700万、営業利益は3億8600万、経常利益は4億8000万、そして第2四半期純利益が2億2500万です。ここで3億8600万の営業利益等ですが、販売促進を今強化していること、それから売上減におけるところの営業利益が落ちたこと、それから未実現利益ですね、子会社間の売上が今回在庫等が少し増えております。プロユース、ホームユース、海外事業の売上でございます。おかげさまでプロユースの方は、業界全体が少しマイナスなんですが、私の方は対前年度で103ということで一応右肩上がりで進んでおります。そして、好調な非住宅分野が、これからどんどんと動いて今計画非常にたくさん入っておりますので、この辺はですね期待が大きいと思います。ホームユースの方はちょうど底になっております。コロナ等で、これはいけるかなという凄めから一挙に、反動が出ました。これは業界全体困っておりますけれども、現場では、少しずつ動いていっておりますので、在庫の、溜まっております小売店様の在庫は減り次第我々の方にも影響で、これは数字が徐々に良くなっていくと考えております。海外でございます。国際事業ですね。アメリカは約1年ほど前にコロナが早く終結いたしましたんで、一挙にライフスタイルが変わり、サービス、旅行、いろんなものがですね変わってしまいました。ですので巣ごもり的ガーデニングからは止まった部分が在庫として残ってしまった関係上、随分と停滞時期がありました。未だまだ向こうの方では在庫ございますが、これを見ていただくと分かりやすく、昨年のこのグリーンのところから今年の赤がちょうど3月期で対前年度を超えていっております。下期に向かいましては順調に受注もいただいておるんですが、今後ですね、見ていきたいと考えております。順調なのはライティング分野です。特に高潮デシックは非常な勢いで伸長しています。昨年で、第2四半期 124.5%、 特に、ライティング市場ですね、この照明が 131.8% ということで順調に伸びております。ただ全体の市場からいきますとはるかに高い市場がございます。今後期待できます。通期の計画でございます。これが第3四半期を見ながら最終数字をですね見ていきたいと考えております。事業展開です。はい。プロユースはコントラクト、それからガーデンエクスリア、もう顕著なのは今あれだけご苦労された非住宅分野のホテルとか旅館、いろんな飲食等はインバウンドも含めてまたライフスタイルの変化によって今非常に活性化しております。また補助金も下りておりまして、こういうところの分野の成長が今されております。そしてもう一つはプロの住宅の方でございますけれども、新築は減っております。しかしリフォームはですねやはりこれ増えてきておりますのと、古民家の改装とかですね、いろんなものは新しく住宅も考えられております。この辺がですね今後の成長の要因かと思っております。ホームユースですね、これはもう世界的には e コマースを中心としたウェブセールスを中心に、また我々業務用とホームセンターですね、こういうものを中心に展開していきたいと思っております。あとは海外でございます。まずプロユースからです。プロユースの方は、一般住宅は総住宅戸数6209万戸ございます。うちの空き家が848万戸あると言われておりますが、これの仮に 1% を我々が目指しております、パッケージ型で、お客さんに、私の商品をお気に入りいただいて、そして、施工店さん、デザイナー様にそれをですね、お客さんと打ち合わせしていただきながら、ともにですね、これをうまく持っていければ1軒あたり30万としてでも約 1% だけでも1800億になるという、これは目標として別に不可能ではございませんので、これをしっかりと、じっくりと進めてまいりたいと思っております。
これがですね、私どものプロユースとしての主だった商品です。特にこのホームヤードルーフ、住宅が箱で今まで来ましたんですが、このコロナのいい意味での影響でやはり外とのつながり方をつけたいとか、緑に囲まれた暮らし、リビングガーデンを楽しみたいということで、フィスルームが広がっていっております。あとファニチャー、ファサードエクセレ、従来のいわゆるエクセレですね、そしてフェンス、カーヤード、そしてオールグラスポーチという、まあ、こういうですね、住まい型のところと住宅の街並みに向かってのきれいなエクセレアを推進しております。何よりも販売促進です。まあ、我々はやはり一番課題はですね、知名度です。もちろん高潮という名前ではなく、商品としての知名度を上げていきたいというところで、まずはテレビ CM をですね、ここ2年ほど前から積極的に全国展開でさせていっております。それだけではあまり影響ございませんので、オウンドメディアにおけるところの高潮のネット関連、そしてそれに類するインスタ、フェイスブック、LINE ですね、これと、それからもう一つはガーデンストーリーというですね、これもまあオウンドメディアに近いんですが、このプラットフォームサイトとこれをすべてクロスメディアさしながらデジタルセールスを強化していきたいということで、ここに販売促進費を投下していっております。はい、もう一つの DX でございます。従来はリアルで製造したり、リアルで展開したり、リアルで展示したりしておりましたんですが、まあ、SDGs の観点から売れるかどうかわからないようなものをリアルだけの展開は非常にリスキーなので、ならばということで、まずショールームをウェブで入ってもらおうと、そしてもう一つはお客様がご購入いただける住まいとしての空間、これをですね DX させてパッケージ化しながら、まず叩き台としての空間を一般の使用者の方々にご理解いただいて、その上で初めて従来の代理店様、それから施工店様とともにビジネスを展開しようという考え方でございます。それともう一つはやはり住宅メーカー様にもっと推進していただくために、我々は物ではなかなか難しいので、それよりまずは外サービスということで GLD ラボというですね会社を数年前作りました。でここはもう2つです。外交の提案サポートと販売促進のサポートをしていこうということで GLD ラボのデザインネットワークを作りました。でまだまだこれからでございますけれども、工務店さんの方でどうしても人材不足、それから専門的な知識の足りないところを我々がフォローさせていただくという会社でございます。非常に期待値の高いのはこのコントラクト分野でございます。コロナ時大変だったと思います。しかしインバウンドが明けてから一気にお客さんがもうご存じの通り増えました。そしてまた補助金がですね、地域の町おこしのため、また、ホテルの再築のために出ております。まあ、そういう分野に向かって私の商品がいろんな分野で出ております。その中で特化されて、これからデジタル田園都市構想、そしてリンクドシティ構想の中で、地域でこういうふうな緑自然に楽しんでいただきながら、トレーラーハウス的な移動型の、それも中に IoT を組み込んだ、またライフスタイルを組み込んだような GX ホームをベースに展開できないかなということで出したのがこのシリーズでございます。これはソニーマーケティングさんはじめいろんな分野の方々と70社ぐらいが一つになって作っているものですが、その一つが GX ビレッジです。まあ高潮としてはその中にデッキだ、パーゴラだ、もちろん GX ホームのトレーラーハウス型のものとか、パーゴラポーチとかスパとか水回りとかいろんなものが入ります。まあ大事なのはその GX のビレッジが夜明るいかどうかということで自由にレイアウトできます。これがローボルトライトシステムですね。高潮列車もここでまた大きく伸ばそうとしております。プロユースの強みは先ほどお話しいたしましたように、従来のリアルのものづくり、それもお客さんのものを作るというマスカスタマゼーションですね、マスプロダクションではなくて、同じようにカスタマイズを大量の販売に結びつけるという考え方をもとに、お客さんのものを作らせていただこうという工場を拡大しております。それと同時に
物を作る前に空間で確認できないかなと、SDGs の観点からまたリデュースという観点からそのものが飽きない、ゴミにならないように満足して供給できる、まずその元のところの空間を作れないかなというのを考えたのがこのソフト工場でございます。そして具体的にはじゃあどうなんだろうということで、皆さん方には5分ほどですが、私もの今回第20回目に入りますけれども、高雄ガーディアン&エクセオフィア2023 TGEF2023 ですね、これをご覧いただきたいと思います。高雄が単独で開催する展示会、高雄ガーデン&エクステリアフェア2023が記念すべき20回を迎えました。リアルの来場者数はプロの方のみで前年比 170%、 オンラインでの視聴者も含めると2日間で約5000人が参加、韓国、香港、中国、アメリカからの海外顧客もご来場。リアルな商品と空間ユニット DX ソフトを活用したハイブリッド戦略、情緒性外装化粧建材のアートボード、エバーバンブー、アートウッドなど乾式簡略工法を自社工場で材料から製造、ファサードエクステリア、著名デザイナーとコラボレーションしたデザイナーズパッケージプラン、ホームヤードルーフ、カーヤードスタイル、高雄が提供するソフトサービス、バーチャルホーム&ガーデン、建築 CG 動画制作サービス、AR アプリケーション、VR 展示場制作サービス、GLD ラボデザインネットワーク、高画質 CG パース制作サービス、バーチャルホーム&ガーデン、大手ハウスメーカー様や地域有力ホームビルダー工務店様はじめ、エクステリア専門店様などのウェブ販売サービスを手掛けています。建築 CG 動画制作サービス、パッケージ空間をネットでリアルと連動、AR アプリケーション、パッケージプランデザイナーズサイト、フィフスルームガーデン、オールグラスポーチ、レゾナンス、ホームヤードルーフ、デッキ材エコウッドリアル、屋外ファニチャー、リンクドシティ GX ホーム、ソニーマーケティングをはじめとする70社余りが集まり、設備やソフトなどを組み込んだ新しい仕組みの GX ホーム、また地域での GX ビレッジも展開、前年度売上 125% の高雄デジテック LED 照明、サイン、イルミネーションを手掛けています。リビングガーデンスタイル、
スパやサイエンプランターのベジトラグ、ガーデンスタイルセットの提案とリビングガーデンストアの展開を住宅メーカーはじめ専門店様に提案。国内外からお集まりの建築設計、デザイナーが注目。ハイブリッドカンパニーとして準備は整い、成長へ。はい、ありがとうございました。まあ、この中には、これからのホームレスは一部、リビングガーデンとして、自分で楽しめる部分も展示させていただいておりました。そしてホームレスは、自分でガーデンのライフスタイルとか、家庭菜園をしたいとか光をつけたいとか、そこでくつろぎたいとかという商材を、それぞれの趣味嗜好性で買っていただくのが、一般のホームレスでございます。でその中に45秒で分かる、もっと皆さんに理解していただこうということで、これもウェブ戦略の一つで、いくつかの45秒動画を作っております。それからもう一つはグローバル展開でございます。まあ、日本は、お話ししましたような政策を組んでおりますけども、これを同時に、海外に展開をかけていこうということで、もう世界の大陸に倉庫と販売会社を持っておりますので、これを徐々に活かしながら展開を進めております。海外事業です。まあ、先ほどお話した世界展開の中で、日本でモデルにしたものを同じように海外に展開しよう。特に赤道を上下に挟むと全く季節が逆になります。まあ、そういうところをうまく活かしながら、この場合はまあ今一番私どもの方で、販売強化されております。 Amazon を中心に、情報とそれから商品を展開していっております。また、プロの方も始まりました。今回アメリカの方に上がりまして、そして、これはフロリダ州マイアミの個人邸ですが、アメリカは非常に大きい、マーケットで、今回やらせていただいたのは100億円の物件です。まあ、正面の、軒とか、サイドとか建材の方でアートボードを使ったりアートウッドを使ったりしながら、結構な部分で導入していただいております。まあ、これが全体ですね。まあ、こういうふうな個別物件はお金をかけて、皆さんしっかりと住宅、特にガーデンと庭とリビング、これをしっかり融合させていこうというのが今後のトレンドでございます。というところで、2024年1月期短期計画が、このご覧の通りでございます。多分まあこの状態がどういうふうに下期回復していくかによって変わってまいると思いますけども、様子を見ながらですね、期末のまた迎えていきたいと思っております。はい、それでは長くなりましたが、これからもご指導よろしくお願い申し上げます。